はいどうも皆さんこんにちは、ムーポンです。集まれ動物の森、さきみら今日も京都でやっていきましょうか。どうしたの？お仕事する？お仕事します。 OK、 お仕事始めるのね。よし、今日もよろしく。今日はなんかフェスが来てるらしいんですけど、まあ悩み抱えてる人はいつも通りいるはずなのでお話聞いていきましょうか。今回はこの方、待合所で誰かを待つ感覚、それをいつも味わっていたいわ。なんかすごい、なんかいろんな人を待ちたいのかな、なんかね、あの待ってる時間が好きなのかなまあっていうところなんですけど、そういう別荘を今回欲しいとのことで、この方話聞いてみますか。カサンドラさん、ごめんなさい、アポ取ってないんだけどいいかしら。あなたムポンさんよね。私あなたの作る別荘に惹かれてこの島に来たの。あ、そうなん。これもしかして指名？それで別荘を依頼したいんだけど、お聞かせください。決まりね。それじゃあ早速お願いするわ。結構。よし、じゃあちょっとなんか待合室っぽい、なんかベンチとかね、椅子とかテーブルとかあって、なんか落ち着く空間がなんか多分いいだろうなって感じなんですけど、それじゃあ詳しい話をしていきましょう。結構。私の理想の別荘はこういう感じなんだけど。ひでえはい、ということで今回はカサンドラ様待ち人こず、なんかとんでもないとんでもないね、なんか響きの別荘だけど、まあ来なくてもただひたすらちょっとね純粋に待ちたいと、そういうわけですね。なるほどです。素敵なイメージですね。本当かなではムーポンちゃん、ロケーションを選んで差し上げてちょうだい。よーし、じゃあちょっとね、なんかゆっくりゆっくりゆっくり待てるところで、かつどうなんだろうね。いやなんか何かそのね、なんか乗り物的なのがあるところ、どうなんだろうね。なんかこういうところ、こういうシンプルなところで、まあ、ただひたすら待ってますよみたいな、そんな感じなのか。まあでもなんかね、むずいねなんか選んだはいいけどむずいなみたいな、そういうところなんで、ちょっとこういうところにする、ちょっと自然いっぱいのところで、ちょっと観光に来ましたと。観光に来て、でちょっとゆったり待てるところがちょっと山の上の方にありますよみたいな、そういうところで待ってますみたいな、なんかちょっとそういう世界観でなんとなくしたいかなみたいな、ちょっとそういう感じなので、ここにしましょうか。はい、あらいいじゃない、早く行ってみましょう。結構。こちらにご用意させていただく別荘ですが、1階建てか2階建てかどちらを希望されますか？どうしようかしら。そうね、ムポンさんの意見も聞かせてもらいたいわ。結構。じゃあ1階建てでいきましょう。そうやね、私も1階建てがいいと思うわ。結構。ではカサンドラ様、別荘の場所も建て方も決まりましたので、あとは現地で進めてまいりましょう。ムポンちゃん、カサンドラ様を現地にご案内しってね。やりましょう。結構。来なくても結構いや待ち人こずちょっとひどいなっていや、ようそのタイトルつけたなみたいなところあるんですけど、やっていきましょうか。わあ素敵な別荘ね。実物を目にするとますます胸が躍るわ。結構。わあ、トンボ飛んでる。ここからどんな風にしてくれるかとても楽しみね。よろしく頼んだわよ。結構。よーし、じゃあ待ち人こず、まずはじゃあ室内ね、小田家具見ていきましょうか。さて、それではオーダー家具見ていきましょうか。ベンチ、あとゴミ箱、まあここをちょっともう室内ごと待合室風にしてくださいねみたいな、多分そういう感じなんだなっていうところがあるので、まあパブリックベンチがありますよと、あとまあゴミ箱がありますよと。でまあ他にもいろいろベンチとかがあって待つこともできるし、なんだこのレトロな停留所、これあれなんだ、停留所ってなんだっけ、なんかこれさ、なんかバス停的な、バス停的な、多分そういう感じですよね。まあなんかここでも待てますみたいな、そう、何かその乗り物を待てますみたいな、そういう空間もできるし、まあ、待合室でなんかカウンターを置くこともできるよみたいな、多分そういう感じですよね。
うん、あとはまあトイレとかもまあ完備してる方がいいなと。あ、ちょっと待って、丸い街灯追加されてる。あ、いいね。これ駅とかにあるやつかな。なんかね、なんかこういう感じのちょっとまああるとあるとっていうわけじゃないんだけど、まあこういう選択肢もありますよと。で、あ、やっぱね、待つなら自販機とか置きたいよねと。あとなんかトラックあるぞ。トラック、これはこれはどういう意図なん？わからん。これはなんだ、ヒッチハイク的なことをしてくださいみたいな、そういうあれ？なんなんだろうね。なんでトラックなんだろうね。ちょ、全然。あー、荷物待ってますよ感なのかな。まあ、ちょっとお荷物に関してはちょっとね、外になんか届きましたみたいなをやりたいなみたいな。まあ、やるとしたら外なのかなみたいなところがあるので、まあ、室内をなんか本格的な待ち合い室にしたいなと。となるとどういう壁紙がいいですかみたいな、そういう選択になってくるんですけど、街路樹の壁、あー、もうなんか外で、あ、停留所ってあれか、バス停的なあれですよね、やっぱり。まあ停留所があって、まあ外でバス待ってますよみたいな、なんかそういう感じできるぞと。嵐の夜、あ、すごい嵐。すごい、うん、すげえ雨降ってんだけど、まあこういう嵐の中待ってますよ感も出せるし、あー、なるほど、外の世界雪降ってますねみたいな。あー、雪降ってる、いいな、ちょっと。どうしようかな、雪の降る壁でね、なんか待合室っぽくする。で、コンクリートの床とかもありますよ、テラコッタタイルの床、あーね、こういう感じのタイル張りでみたいなのもあるし、駅のホームとかもあるぞ。これあれ？わからん。なんか外って感じにしといて、で、駅のホームで待ってるぞみたいな。まあ、シンプルに待つって言ったらこういうところだよね、みたいな。うん。ところで、まあ、駅のホームな床があるのかなっていうところはあるんですけど、あとは横断歩道抜く。ああ、まあ、バス停もね、作れますよ、なので、まあ、こういう床も行けますよ、みたいな。どうしようかな。いや、なんか思ってたのは、なんかね、そういう待合室的なところで、なんかね、ちょっと、バスとか待ってんのかな。なんかとりあえずちょっとそういうの待ってますよみたいな、ちょっとそういうのいいなとは思ってたんですけど、どうしようかな。歩道の床もあります。まあなんかいろいろ待てますよみたいな。なんかでも横断歩道の床でシンプルにバス停待ってますもいいなみたいな、そういう感じなんですけど、いや、ちょっと今回はね、そう、こういうちょ、寒い雪山的なところで、まあ、何かを待ってますよみたいな、何かまあね、帰りのバスみたいな待ってますよみたいな、帰りのバスなのか、まあ、誰か待ってますよみたいな、ちょっとそんな感じで行きたいので、雪の降る壁、テラコッタタイルの床結構いいなって感じするんですけど、どうしようかな。なんかね、そういう待合室的なところやったらね、なんかまあその絨毯的なんじゃなくて、なんかそういう靴でみんな入るから掃除しやすいみたいな、タイルの床とか結構いいなって感じがするんですけど、ちょっと今回雪の降る壁にテラコッタタイルの床このままセットで使ってみましょうか。で、広さに関しては、まあ、そう、特に要望がなければ88みたいな。いや、80とかにする。ちょっと待ってよ。横長にする？なんとなく待合室、なんか勝手なイメージ、こういうちょっと横長のイメージが、なんか勝手にあるみたいな、そういうところなんで、ちょっと横長にして、で、なんか入り口は、どうしよっかな、ちょっと待てよ。ちょっとなんかちょっと、まあ、メインこっちじゃないから、ちょっと黒っぽい感じにするか。で、ライトが、まあ、ちょっとね、寒いところなので、ちょっとこういう暖色系にしとく。暖色系のライトにして、で、環境音どうだろうね。なんか、風。あ、風にする。いやー、どうだ。なんもなしでもいいけどな、別に。なんかすごい静かなところ、そう、待合室ってなんか静かなイメージあるんで、静かなイメージあるんでっていうかね。
なんか静かであってほしいなみたいな、そういうところがあるんで、ちょっと環境音なしでちょっとね横長でこういう感じで、まあなんかね、あのこういう感じの雰囲気でちょっといろいろと配置してみましょうか。ひとまずなんか世界観的なイメージはなんか決まった感じはありますけど、どうしよっかな、これ置いてくださいでしょでゴミ箱も置いてください。そうですね、なんかねちょっとイメージ的になんかこの何これなんだ、パブリックベンチ、パブリックベンチがこう背中合わせになってるのいいよねみたいなそういうイメージもあるので、ちょっとこれセットで使いたいか、それか真ん中はねなんかその待合室のテーブルがありますみたいな、そういうので使いたいかなんですけど、ねパブリックベンチ2個つなげましょうか。2個つなげるというか、こういう感じで背中合わせにして、で例えばこの辺の空間はなんかこうパブリックベンチがこう2個背中つながってますよみたいなにして、でこっち側はこっち側でなんかあの何なんか囲んで座れますよみたいな、なんかそういう感じにしたいなと思ったので、よしじゃあちょっとパブリックベンチ、まあせっかくやからこうやって背中合わせにして、あー色がなんか2色パターンと1色パターンがありますよと。おーちょっと待ってよ、モノトーン、こっちもモノトーン、あーなるほど、ちょっとこれでいきますか。なんかねなんとなくなんとなくこういう白黒ちょっと可愛いなと思ったので、ちょっとこんな感じにして、でこの辺の空間になんかあのテーブルと椅子と囲んでますよみたいな、なんかそういうのが欲しいなと思ったので、ただあんまりちょっと候補のなんかテーブルと椅子ないのかって感じがするので、ちょっとどうしようかなってとこあるんですけど、なんか音響機器とりあえず置く、とりあえずあのなんかあったらとりあえず置かれる音響機器みたいな、そういうところあるんですけど、ちょあそういう音楽なんや卓上スピーカーをちょっと一旦角っちょに置いとく、ちょっとこっちの角っちょに置いとく。で待合室なんですけど、なんかあの受付みたいな置いとくね、なんか待合受付コーナー、いやわからん、なんかあのなんか帰りのバスのチケットとかもなんか手続きしてくれるコーナーみたいな、でかつ待合室みたいな、なんかそういう感じいいんじゃないみたいないいんじゃないみたいな、そんな感じなので、あれってどこだっけ、テーブル、カウンターテーブルか、この辺か、あーなんかこういう感じの受付カウンターとレジカウンター、確かオーダーにレジカウンターありましたね。レジカウンターあります。どうだろうね。まあ、とりあえず受付カウンターがちょっとここにこうあります。して、レジカウンターも置いとく。ちょっと広めみたいな。そんな感じで。で、高さは、こう。どうしよっかな。なんかでもこう、L 字になっててほしいみたいな、なんとなくそういうのあるんですけど、いやちょっと待ってよ、ここの受付カウンターを2個にしてこうなのか、でここヨットッとできる空間が欲しいななんですけど、そこ1マスだけじゃ多分ヨットッとできないよね。できる、あできる、できるならこれでいっかね、ちょっとなんかそんなに広々とは開けてないですみたいな、なんかそんな感じでちょっとヨットットできるようにして、ヨットットで通る前提でちょっと配置して、こういう感じに L 字にしてます。して、で白あってほしい、あでもなんかピンク、あーちょっと待って、ブルーか、ブルーなのか、あーブルーやな、なんかすごい事務的な受付してくれるカウンターブルーですみたいな、ちょっとそんな感じで、ちょっとこんな感じでブルーにして、でここの上になんか吊り下げボード、あ吊り下げボードなのか、ウォールクロックかけとくか、
こういう、ちょっと待ってよ、こういう。で、この辺のなんか柱にこうかかってますみたいな。で、お色が、ま、黒かな、こんな感じ。黒なのかな、ちょっと待ってよ。なんか白系良かった。シルバーでいいんじゃない？シルバーでこんな感じでかけときましょうか。で、そこのカウンターに、カウンターの上に、案内ボード。案内ボードなのか、モニターか。案内ボードにしましょうか。ちょっとなんか、うん。なんかもう、こういうコーナーだよ、みたいな。こういうコーナーで、あんま被ってて欲しくないけど、あんま被ってて欲しくないけど、ちょっと待ってよ。こっち側にこう案内ボードなのか。悩ましいね。この辺。ちょっと前に出てる感じ。で、こういう飛行機なのか。まあ、飛行機っていうかね、なんか、バス的なやつやから、ちょっとデフォルトで行きましょうか。デフォルトでこんな感じで案内かかってますよ、みたいな。そんな感じで行きましょう。さあ、なんかここで受付してくれて、なんかね、バスの予約的なのもちょっとしてくれることも可能ですみたいな。そんな感じで言うと、ちょっと対応する用の、なんかね、パソコンは必要なんだろうなみたいな、そういう感じはありますが、この辺ありますね。うん、デスクトップ PC かな。なんかね、なんか簡易的なノートとかタブレットよりも、なんかもうどっしり構えて、なんかもういつも、いつでも対応 OK みたいな、ちょっとそんな感じでちょっとデスクトップ PC 置いときましょうか。こっちなのかな？なんか、どう？なんか、右、受付の人から見て右。そう、こっち側にね、寄ってる感じで、で、なんかデスクトップでいいか。どう？なんか、目立たせる意味。目立たせる意味で言うと、なんとも言えないんだが、ちょっと白にしときましょうか。なんかね、結構ちょっと、白、かっこなんかちょっと、もう、プラスチックがちょっと黄色になりつつあるみたいな、ちょっとそういう、ちょっと年代を感じるパソコンにして、で、ちょっとね、まあ、ずっと立ちっぱなしというのもあれなので、ちょっとなんか座れる系の椅子、どういうのがいいかな。カウンターチェアいいね。カウンターチェア置きましょうか。こういうのちょっと思うと、あー、でもなんか動く方がいい。なんかこっち側のパソコン作業とこっち側の対応とみたいな。パソコンの、あ、ちょっと待って。この辺か。この辺に配置して、で、まあ、椅子は基本的にここにありますよ。で、こっち側から来た人はちょっとね、立って対応することも可能ですみたいな、なんかそんな感じで行きましょうか。で、色味に関しては、黒とかにしとく。ちょっと。まあ、シンプルにクールで。いい感じのね、そう、黒の椅子にして、まあ、ここで待つこともできるし、なんか別の空間で待つこともできるよみたいな、なんかそういう空間をまた別で欲しいので、なんかテーブルのセット。さあ、こっちのなんか別空間っていうか、まあ別の待合スペースも、なんかいい感じに置きたいんだけど、どうしようかな。なんかね、木製でゆったりなのか、それともなんかもう結構何、ホームセンターとかなんかね、そういう事務用品的な、なんかそういうツルツルしたタイプのテーブルなのか、ちょっとどうしようかなみたいな、そういうところはあるんですけど、この辺はオフィスのデスクですけど、そうなんですよね。なんか結構大きいツルツルしたテーブルみたいな、なんかそういうのがいいのかなとちょっと思ってるんですけど、
会議室、あ、会議室のテーブルある。ちょっと待ってよ、これってつながります？あ、なんかでもまあ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 みたいなまあ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 みたいな配置になる。なあ、こういう感じでちょっと縦長にもできるしみたいな、そういう感じですよね。どうしよっかなこれ。どう、そもそもこういうサイズにする必要あんのか。それかなんかこうしてこっち側とこっち側に座れるようにするのかみたいな、そういうのもちょっと諸説あるんですけど、それか、まあさっき言ってた大きいテーブル、大きいテーブルこの辺なのかな。クロスついてないやつがいいかな。サンクスギビングなテーブル、これ。あー、まあでもなんだろうな、なんかいろんな人が触れるからあんまりそういう布とかついてない方がいいのかなみたいなもうなんか結構頻繁に掃除とかしやすいようにしててほしいなみたいな、なんかそういうところで言うとクールなダイニングテーブルも意外といける。どうなんだろうね、もしくはアイアンウッドとか。なるほどなるほどなるほど、アイアンウッドいいけどね。アイアンウッドのカラーバリエーション次第かな。パーチ、チーク、ウォルナット、オールド、オーク。なるほど、なんか白っぽいやつがいいなと思ったんだけどないのか。やったら素直に会議室のテーブル置いてみる。こういう、こういう配置して、で白がいいんだよなあ、ちょっと待って、グレーもあんのか。あー、なんかね、待合室っぽい。まあ、ちょっと白にしとく。ちょっと白でこういう感じにして、で、まあ、このテーブルの周りをなんかね、椅子で囲むぞみたいな、そういう感じにしたいが、こっちもカウンターチェアという選択肢どうなんだろうね。なんかあんまりなんか肘置きとかついててもなんかゆっくり待ちすぎちゃうみたいなもう移動するのめんどくさいみたいないや、あるあるやなみたいなところなんですけど、まあでもあんまね、なんか椅子、いや、まあ会議室のテーブルも多分ロックかかるから動かせるというだけであって、まあ動かすわけではないよと。椅子ね、あんまなんかコマとかついてないタイプの椅子の方がいいかなって思うんですけど、ただカウンターチェアに関してはもうね、なんかつけるのに工事が必要みたいな、そういう感じなんで、レイアウト変更とかちょっと大変そうみたいなちょっとシーズンとかによってね、なんかわかんない、なんか大きい商品的なの空間が欲しくなったら、ちょっとね、なんか場所移動してもらうとか、なんかそういう選択肢も出てくるのかなみたいなところあるんですけど、どうだ、スツール系、まあソファーとかではないような気はするんだよね。ソファーとかではないので、となるとこの辺の椅子になるのか。やったらなんか結局ガーデンチェア座ってもらうのよろしいみたいな、もしくはアルミウッドチェアか、なんかね、座ってもらうのよろしいみたいな、なんか、どうだろうね。アルミウッドチェア、そう、カラバリ見てみよう。あー、こういうあるか。どうしようかな、なんか濃いめなのか。あ、ちょっとそこがもう限界なのか。こんぐらいで配置してみて、あ、なんかむしろさ、こういう可愛いカラバリ選べるという理由でちょっとこっちのガーデンチェアにするみたいな、なんかそういうのはありな気もすんでもないが、緑にしてみよう。こういう、これが4人囲んでんのはどうなん？なんかね、何なんだろうな、なんかこのテーブルと合わないなみたいな。それで言うとカウンターチェア、カウンターチェアでもね、
固定されちゃうからあんま起きたくないな。クールなチェアにするか、こういう、うん、でなんなら黒でいいまであるんですけど、あ、でもいろいろ選べんぞ。ちょっと待ってよ、スライムでこの辺でこうして、ちょっと待ってよ、増やす、増えました、こうなのか。ちょっと待ってよ、やっぱりなんか最初ちょっと思ってたような感じで、ちょっと会議室のテーブルちょっとこう2個増やしてこうみたいな。どうやろうな。いやまあでもこれでいいような気もするなんかね、ちょっと間相手の気になったのと、あとね、ちょっと幅太すぎみたいなのと、ちょっと気になったのかなみたいな、なんかそういう感じで言うと、こういう配置でいいんじゃないのみたいな、こういう配置いいんじゃないのみたいな、なんかそういうイメージというか、なんとなく。ちょっとこの組み合わせでいきましょうか。会議室のテーブル白にクールなチェアで、ちょっとねゆったり座ってもらって、でこれ結構ねなんか掃除とかしやすいんでなんかちょっと合間見て掃除しやすいようにみたいな、なんかそんな感じでいきましょうか。ひとまずなんかゆったり待てる空間はできましたよと。あとどうしようかな。なんかこのゴミ箱めっちゃ無造作に置いてあるけどどう、テーブルの横なのかな、椅子の横。あー、なんかでも椅子の横になんかあるのね、なんかいいなーって感じはせんでもないので、まあなんかここでなんかどっしり待つ人たちは、まあここのテーブルの前で待ってもらって、でちょっと待つだけの人は、まあここのね椅子でちょっと待ってもらって、でなんかねちょっとここでちょっとめっちゃ待ってる人の横にゴミ箱を持ってて、なんかいろんな人がカランカラン行くのちょっとねすごい気になると思うので、まあちょっとだけ待つこっち席の近くにゴミ箱置いときましょうか。かー、いやなんかもっと別の場所に置くかなんですけど、まあまあまあこっち側の椅子の近くに置いちゃいましょう。でシルバーはまあシンプルでいいんだけど、どうしようかな、なんかグリーンとかにしとく。グリーンなのかな、ピクトグラム、燃えるゴミ。あー、なるほど。ちょっと待ってよ。まあ、燃えるゴミにしときましょうか。で、こういう感じで置いてやって、で、捨てれますよ。どうなんだろうね。なんかカウンターの前置いとく？なんかこの辺？どうなん？どうなん？でもなんかこっちはこっちに用がある人の邪魔になりそうなんだな、みたいなところがあるので、なんかこの辺に独立なのかな、いや独立にしときましょうか。でこういう感じでちょっとね、まあなんかテーブルからもちょっと離れてるし、まあ独立してゴミ箱ありますよみたいな、ちょっとそういう空間でいきましょう。でどうだろうね、なんかここの椅子もうちょい1マスこっちぐらい、1マスこっちぐらいっていう感じにするか。いやどうしようかな、なんかこれセットでもうなんかこっちのなんか椅子そこギリギリぐらいまでみたいな感じにして、でって感じなんですよね。いやむしろなんかボックスソファー的なのもそこに置くみたいな、なんかそういう選択肢もありますけど、どうしようかな。あー、個室トイレとかも置けんのか。あー、そっかそっかそっか、そういうのもちゃんとありますよみたいなちゃんとありますよじゃねえか。あー、ちょっと待てよ、丸型ストーブ置けるのか。ちょっとなんかこのストーブをちょっとなんかこう雑に置いてる感じで、なんかここのストーブでまあみんなちょっとね暖を取ってますよみたいな、ちょっとそういう感じでいきましょうか。色白でいいけどな。ちょ、一旦白で丸型ストーブこんな感じで置いて、でなんかお土産コーナーみたいなのも欲しいなって思うんすよねで言うと、ちょっと待ってよ、あー公衆電話も置きたいね。なんかどこに置くんやろみたいなところあるんですけど、こっち側
なんかカウンター置いて公衆電話なのか。そう、一旦レジカウンターを置きます、まあ、レジカウンターをレジとして使わなくても良いというあれなので、そのレジカウンターを置いて、なんかピンクとかにしとく。ピンクにして、で電話ボックスもある。まあ電話ボックスを外に置くとして、まあ公衆電話こんな感じで置きます。うん、そうブルーとかにしとく。そうなんかテーブルと違う色味みたいな、そんな感じで置いて、どうだろうね、なんかこんぐらいにして、そこの空間っていうか隙間になんか植物置いてみる。あーこの辺か、ゴールドクレスト、あーゴールドクレスト置きましょうかね。なんかシンプルすぎていつも選択しないゴールドクレストも、なんかこういうね、なんかこういう公共施設的な空間やったらいいんじゃないのみたいなそんな感じで、あーとね、どうしようかな、ブラウンいいけど、あ、イエロー、あ、ちょっと待ってよ、なんか黒い、黒っぽい、色の濃い、色の濃い、こういう鉢にするか、あ、なんかホワイトがね、意外とグレーっぽい、ホワイト、ホワイトでこんな感じで置いときましょう。